この女の家は不思議なことで、作家の橋田壽賀子さんとご一緒に赤坂へ行って炉端焼きがあるって言って食事に行ったんです。そしたらそこで男の人が4人並んでて、炉端焼きのいろんなものを出してくれてて、でいろいろと話をしたら全部兄弟だっていう話で、橋田さんとその後いろいろと話をして、男の子じゃつまんないわね、色気がないし、女の子にしたらどうっていうことで、それで女の兄弟ということでこの女の家がスタートしたんです。長女に杉村春子先生で、真ん中が、山岡久乃さんと、一番下が奈良岡智子さんで、さくらっていう名がいて、この役が泉雅子さん、劇団で、ものすごくお忙しい人だったんで、そのお忙しい人をレギュラーに して、いろいろと、いろんな芝居ができるんじゃないかと言って、それが始まりだったんです。本当に偶然なんですけど、日曜劇場の最後まで、ずっとシリーズが1年に何回か続いてて、これで日曜劇場の幕を閉じたんです。